あったな。コースターってなんだ。どんなルール。足元。め、右回避読み。あひゃー。いらっしゃい。NA。あ、ミスった。上ずらし。死んだね。ざま、見さらせ。風があるから、死なない。あ、そっか、風を待てばいいのか。すげえめんどくせえけど、毎回風を待つのが一番安全なのか。なるほどね。受け身狩りは知識。前のやつね。なるほどね。おお、抜けた。抜けたわけど何もできてない。お、ガード解除したね。魚雷。生きてるー。見てない。そばとは間違い。お、掴めるか。はい。狩人って前の話だけど結構基本的な役なんだね。俺ワンナイトしかやったことなくてさ、普通の人狼知らないんだね。俺が知ってるのは村人、狼、狂人、テルテル、占い師、怪盗くらい。あー、投げ。ここでソバット。霊能はね、動画で知った。あの、あれでしょ、狼噛まれたやつがその本物だったかどうかを知るやつでしょ。やばい、ソバットに知った。ジャックジャック。そう、ワンナイトじゃいないんだよね、霊能ってね。そうそう。あ、おっと、ミスった。回避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 。あ、しまった。やせ。死んだ。怪盗か。怪盗好きなんか。怪盗ってあれ、なんかどうさ、議論でさ、なんか明らかにしていけばいいのか全然わかんねえんだけど。まあ怪盗は自分引いたら好きだけどな。やっぱさ、ワンナイトとか人狼やるんだったらさ、役職引きたいよね。役職、ソバとステップ反転メテオ。ステップ反転を入れることで相手が奥ずらししてても対応できるという感じです。あ、そうよね。今フンスコさんバックナックルだったら殺せたのにな。まあそうよね。見えんかった。あれは結構大事かな、サムス的には。あんまりずらしに強くないからね、あのコンボ乗らないか。今ね、横スマだったね、本当は。やった。うわ、吐き気する。うわ。お、早い。投げ派だもんな。上様か。届かない。酒弱い。
缶ビール1本で吐くレベルかな。死んだんじゃね？危ない、生きてる。あはパルゴンキック今のファルコンキックは確認不足でしたね。あ、ミスった。そうだね。あんま飲ませるような社会でもなくなってきてんじゃないかな。安いかな、横綱。安いか。まあ、しょうがない。あ、しゃがむべき。まあいいか。まあ、いいことだと思う、それは本当に。お、苦しい、苦しくなってきた。ずらしで落ちなきゃダメよ。はあ、うん、またあって。そんなに飲んでるかな。まあいいじゃないか、日本が韓国に勝ったんだもの、サッカーで 2-0 から勝ったんだもん。いいじゃないか、飲んでも。回避した。ファルコン相手はね、空前で戻したりせんよ。ファルコン相手はパーセントが足りんわ。サッカーの祝杯だね。まあ、食う前で戻すくらいならソバットで殺して、ソバットで出せば死ぬからね。あ、浅野最高だね。いや、走るのが速いってのは本当にいいわ。これ死んだ。あー、確認下手。まあ逆側の左右台に乗せ直すのは、あれはずらし対応の問題だから、相手側の。そうだね、ファルコンダイブだからジャンプあるもんね。忘れてた。いや、全然確定しとるよ。ちょいじゃあ C が出んかった。ガードしなかった。なーげ。あれ、あれやっぱ上から落ちてくる装置にしないと無理かな。まあ99ストロークもやるとね、ちょっと変わってくるよね、さすがに。やべえ、抜かれた。めっちゃいい勝負してるな。うわあ。ひ。
風キャンできん。あ、クマ欲しい。いや、あれびっくりしたわ。本当に俺負けたなと思ってたもん。おわ、めスクリュー強すぎ。ファルコンの踏みって後ろ側の判定強いんだけど、前側に比べてものすごく、なんか知らんけど勝ったな。スクリュー判定終わったんだろう。その質問結構あるよね。まあ、その気持ちはわかる。次役。プンスか。よし。なんかボムが当たってめんどくさいことになった。阻止がいい加減だな。スクリューで拾えない。ちょっとフレーム消費させないと無理だな。あれ投げるよ。くそ、投げるためにメテオしたんだが、そういえば OP があったな。はい、投げるよ。くっそ、まあ、左右側の上で上スマ食らっても微妙に死なないから、まあいいでしょう。よう、トモプンツコ。えねえ、あー受け身した。なるほど。今の面白いな。次やるか。下スマ、はい、ガード解除したね。見えたよ。ガード解除が見えたからメテオ買って、空前で当たったら殺せた。空前当てたと予告をして左右台にこかしてメテオで置き攻めして場外飛ばして殺せたから、その場一手に読みで空前した。はい、当たれ。一個漏れするだろ。こっち下スマやった。あーミスった。はい、あー NA。どっち？ジャンプしろ。無表キックが。ガード解除見えたよ。ボムをガードした時にファルコンピクって動いたから、あ、ガード解除したねと思って。じゃあ横スマガードした瞬間か？横スマガードする時にガードピクって動いたから、あ、死んだねって。どうもどうも。投げ派だもんな。あそこで、あのジャクジャクとか、ああいうごちゃっとなった時に投げ派と上スマ派のファルコンがいるからさ。投げ派なんだね。はい。てか、人狼のさ、なんかさ、動画とかさ、経験者の動画とか見てて思うけどさ、よくあんなにさ、頭回るよね。ほんとに。どうやったらあんな頭回るん？なんか、飾りだと思うんですけど、とかさ、いや、こういう可能性があると思います、みたいなさ。ま
まあ慣れだ慣れ。昇竜拳。慣れか。昇竜拳。昇竜拳。間に合わない。いつかすると思ったそれ。そう。あ、今の空ジャンソバットで左右台に中央台にこかすことができればかなりのリターンがあったら。横強。あ、今のガードに当てるつもりで横強振ったなら。うわ、メテオ強すぎマルタ。死ぬ。昇竜拳。スマット。ああ、そっちか。ファルコンダイブってあんまりああいう裏当てになりづらいイメージがあるんだけどな。結構有名なんかワンナイトとかもぶちまけさん やってたんかな。普通にスマブラって言って、スマブラじゃなくて放送主としてってことか。ジャンプ知ってる。枯れないけどな。上スマで狩ろうと考えたのが間違いだった。今のメテオを振ったら勝てたんじゃないかな。スマット無理。今みたいなちょっと一発攻撃食らってこっちが不利なわけじゃないけど、半角微妙に通らないだろうなくらいの場面の時は、ファルコンを引きステップしてくる確率めっちゃ高いから、引き捨て読みの行動すると通りやすい。ちょっと。ヘロー。ふわゆネスボさん、人狼あれ面白いよな。初めて人狼やワンナイト人狼やった時さ、大会の二次会とかの飲み会でさ、なんか俺の中ではさ、人狼ボードゲーム始めてさ、まだ1時くらいかなと思ったらさ、もう朝5時くらいでさ終わっててさ、飲み会超びっくりしたわ。ジャクジャク、あった、こける。どっち？落ちないから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 死ぬ。ダメだよ、落ちないと。ドーン。あ、無理だ。ドブル事件。キリさんじゃん。ドブルはね、難しすぎる、あのゲーム。こぼれくんって。違う。こぼれくんか。ドブルくんの名前が思い出せんくてさ。こぼれくん。ね、相打ち無理か。オーバーヘッグ来ると思った。やった。いや、ごめんね。わざとじゃないんだよ。アンデンドンさんの人狼がめっちゃおもろかったな。アンデンドンさんがめっちゃおもろかった。俺占い師でさ。占った結果は、ただの、こぼれさんが村人っていう結果あったんだけど、なんか、それそのまま言っても面白くねえなと思って、アンデンドンさんが人狼っていう風に適当に言ってみたんだけど、そしたらアンデンドンさんが、はい、あ、はい、つって、
認めて終わったっていう人狼があってめっちゃおもろかった。やった死んだ。あー下手くそ。メテオ。あそこでオーバーヘルンダーむずいかな。だいぶ？なんか。もう一回。あ、もう一回。これは死んだろ。今の阻止確定じゃないな。危ねえ。今のは分かった。危ない。その場と、その場借りてなかったからな。まあ。まあいいか。99ストックだとね、あんまり全ストック真面目にやらないもんだよね、基本的に。俺がワリオと99ストックやった時は、結構最初から最後まで真面目にやったけど。食うまい！当たらんか。あー、超ジャンメテオ出なかった。けど、まあ、やってられないって言えば正しいかもしれん。割とまあそんなに飲んだわけじゃないけど、まあ、俺弱いから酒、今缶ビール1本飲んでんのと、その前はビール1本でなんかそん安いワインコップで3杯ぐらい。怒った方がいいんじゃない？蜂蜜舐めよ、蜂蜜。あ、出なかった、やめ。俺はなんだろう、なんか口内炎とかさ、そういう口の中のなんかトラブル起きたら基本的に蜂蜜を舐めとる。条件ジャンプなんて覚えてないよ、もうすでに。やりよる！着地狩りでやりよった。今のね、やる必要なかったんだけど、ちょっと試してみたかったの。ま、今の振り方でも全狩りできるからさ。投げるよ。低すぎて投げれんかった。やった。無理かー。両対応しようと思ったけど、今のはちょっとディレイかけてくる方だけを狩る方に集中した方が良かったかもね。ごめん。やった。生きてる。
だより読みやった。今のスクリはリターンしか狙ってなかった。当てたら場外くらいは出せた気がする。ソバット死にました。下キョ。うわ、どっち？吐き？クソ、死ねー。 Did you watch it? No。 昇竜拳。どっち？なんかサイトをちょっと解説するサイトを作って、その後翻訳するときに力借りたいなと思ってるんだけどね。わあ、持続足りてない、持続足りてなかったのか、当て方が悪かったのか。ファルコンはあのダイブで上に移動した後に足を一回くるんって回すから、そのくるんって回すモーションがものすごいでかいから、それに当たるように振ったつもりなんだけど、難しいね。多分それ勝っていい、失敗いい。昇竜拳。昇竜拳。即死狙いのスクリーを振った。2回ぐらいやった。回避読み知ってる。クソ、あー無理、割れた。えでジャンプしろ。くそ、ジャック無理。あー、これね、上スマホだったら楽なんだよな。割れたー。あれー、ガード削れなかった。まあ99速かな。そう、あんま動画なくないかい、ソマップって。はい、やった。おばへ、京月さん、誰だ、プリンスか、狂月って。地上スクリューが出ず。それは見える、さすがに遅すぎる。いいオーバーヘ今の。さすがにあれでやれたらどうしようもないの。ヤッホー、カード当て、なんだっけ、崖が見せた。あ、そうか、あれね、崖キャンを狙って、その後なおかつ角当て狙えばいいのか、この位置から。これは面白くなってきたな。そうじゃなかった。やったー。ほら、これさ、
知らないから痛い、まあ知らない、まあ知らないから、まあラグった回避しなかった。弱は愚かでしたね。何もいいことが起こらない弱だった。しゃあない、今のファルコンのショージャンプはバックナックル振ってくる確率めっちゃ高いんだけど、ちょっとリレーかけるのを忘れた。魚雷、わあ、お願い、うわあ消えた。どっち、前投げ一点読み、やった、右左、ごめん、ステップ反転ワールコンパンチか、まあ、あいつはいろんなことするからな。ラッキー、顔後ろメテオ有利、クソ、今んで上スマで暴れる読みの動きをしたんだけど、今上スマで暴れてくれたら上スマがスカってその半角に何でもできるっていう動きをしたんだけど、ちょっと上スマ、あひえ、急降下した覚えが全くないんだけどな。上スマ派じゃないから通らなかった。上スマ、あれ刺すのは無理だな、下スマ無理か。え、で、どっち、こけないのかい、こけると思った、やった、なぜか転ばしてる。今の左受け身一択でしたね。いける、スクリュー、やった、これは回避、くそー、回避読みだったけどステップだった。スクリュー、あぶねー、掴みに来ると思ったぜ。そっち、後ろの、あーおがチャージに OP があった、当たった時点でやったー、ごめんね、あー目と見せた、いやソバットはしたんだけど判断見せた。上様じゃないか、あーコンボ微妙、違う、なぜかチャージ打った、ボムだったのに。左、そうか、そういう感じか、さっきもやったなこれ。ラッキー、今ので殺せないのはダメだろ、転がり回避だ、照準してる状態で転がり上りが見えたんだから、急降下メテオで当てれるはずだ。無理、ゼロパーだから無理、殺せない、強すぎる、動く、あーダメだ、 1F 乗りが完璧じゃない。横スマかよ、ゴミかよ、掴める、はい、あれー、おばへ、組み、あ、ダメだ、差し込む、このオバヘはね、借りやすいんだけど、スクリューで巻き込んでもなおかつ抜けられたら無理だわ。はい、横強ダウンする、右読み、くっそ、
死んだ。え、ソバットでしょ。そう、違う、違う、違う、メテオでしょ。ソバットじゃないよ、メテオよ。かたせ。あ、違う、なんだっけ。こっちが、ミスったけど。やった。あった、死んだ。やってない、弱本はしてない。読み、はい、迷ってるからな。ゼロガードしときゃいいのもの。うわっ、今のは美味しかったな。昇竜拳。どっち？ここにいる限り、左読み。割と吐きそう。違うんだよ。大ジャンプしたらダメなんだよ、あそこ。あれ？万字かと思ったら万字じゃない。迷ってはいる。昇竜拳。やった。それは無理でしょ。殴ったけど、まあ気にしない。風前当たらんか。急降下メテオ。こけろ。しんどけい。生きてる。今で殺せると思ったのは浅はかすぎだな。ガンダッシュ投げ。画面見ないファルコンはすごい嫌い。超強いんだ。ガンダッシュガード？ファルコンがやるのかい？ファルコンがやるんだったら微妙かな。そんなに必要があることとは思えないけど。ラグった。死んだ。やってない！ NA なんかやってない。昇竜拳。はい。どっち？それは今のは死んだぜ、ファルコン。そう。昇竜拳。あ、拾えなかった。昇竜拳。右、行け。あー、違う！今ジャンプしてないの？台寄りからのその場登りと転がり登りをのからのガードを両方からチャージを打ったの。次開く。
オートメーターどこ。あれ、どうやって終了するの。どう、最近自動ファクトリーの調子が悪い。やってない、絶対にやってない。どっち、左 N F 重なって違う違う違う、今のバックジャンプだろ。バックジャンプ空中 N A でその場に当たるように振って、それでその場だったら殺すっていうのをやったの。死んだ。いやー、マッ、なぜマックスだと思った。やった、運がいい。わあ、死んだ、なんで。ちょ、若干ラグいんだよな、さ、今になってだけど。ためキャン、ためキャン、ためキャン。なんかラグるようになったな。50、52か。ああ、お、いける？重くなったね。今いけるかな？ね、そばっと。あ、無理。右。あ、左か。やった。チャンスか。これ最近放送してる？全然見ないな、が。変な顔持ちが。してないよね、やっぱり。まあ、やっぱ若干ラグってるな。なるほど。カービィラミさんだ。今のハルフがラグのせいだと言っても過言ではない。なるほど。回避読み、いや。49、49だ。サーバー変えよう。サーバー変えよっか。自他サバにしよう。うむー、はい。飽きた？ 99 ストック対決は飽きてからが本番ですよ。飽きて
うわーもうやりたくねえわーってなったところを無理やりやらせるのが面白いんですよね。さすがに49からだね。頑張ろう。サンキュー。いや、ちょうど半分か。ちょうど半分のところで終わっ、一回止まったんだな。ソバット、ガードした。ここにボムを置いて。違う！これソバットです。これ本当はソバットなんです。後ろを向いてからジャンプする予定が。あれか、鉄掴んでない。いた。くうまえ。回避読み。ダメか。ガードすればいいのに。上様かー。上様を読んで、上様やられても当たんないくらいの横位置でメテオ振ったつもりだったんだけど、無理だったね。ちょっと、一小節が、もっとシビアな一小節が。必要だった。昇竜拳あ、今ガード解除したね。見えたよ。ガード解除したら当たるんだな。絶対ガード解除はしちゃいけないんだな。はいはい。はい。いた、ジャック。あ、落ちなかった。前、落ちたわ。上様か。違う。横様じゃない。横様じゃない。メテオです。横様じゃなくてメテオです。N、出なかった。ステップ N、あれー。メテオです。死んだ。あ、死んだ。あのさ、人狼のさ、普通村ってさ、やっぱさ、やっぱ最初に役職引いちゃったらさ、もうその日のうちにさ、その、まあ、その日はやっぱ多分さ、その人狼村でさ、一日終わるじゃん、きっと。だからさ、そのなんだろう、あんまいろんな役職できねえじゃん。最初の引きのさ、あの、なんだ、あれめっちゃでかくない？やっぱさ、占い師やりたいな、やるんだったら。死んだ！占い師か。ミスった。そうな、結構やってるイメージだったわ。普通も回んないと思う。やるんだったら狩人も結構好きだ。なんか面白そうだけど、村人は難しそうだね。本当に違う。今のメトロでダメだろ。
NA かすり当てチャージ。あれメテオだったかな、したら。いや、違う、今 NA がヘボしてただけだ、タイミングが。ラグった。ラグで走れなかった。ワンナイト専門か。まあ俺もワンナイトの、まあ、普通の人狼やったことないから、なんともだけど、ワンナイトも好きだしな。それ死ぬんじゃね？いた、殴った。振らないか。やるよ。あ、今の空中後ろは空前で出してれば勝てる振り方なんだけど、なんかね、テルテルとかあんま好きじゃねえんだよな、正直。なんかよくわかんねえ、あそこまで来ると。強靭くらいがちょうどいいな。テルテル俺もわからん。村人狂人怪盗占い師くらいが、あと狼か、まあそんくらいがちょうどいいかな。俺が買ったさ、モンスター版のワンナイトにはさ、狼がさ、なんだっけな、真ん中に残ってる札をさ見れるっていう効果があるんだよね。狼が真ん中を見れるんだ、すごいよね。あ、死んだ。まあモンスター版もやったけど、まあそれなりには面白かった。やった、死んでくれ。バケツ仮面の、オオカミ結構強えわ、ほんとに。しかも、あの、モンスター版の占い師は真ん中見れないんだよね。人の札しか見れん。ミスター、くっそ、よし、まっ、オッケー、それはチャージ打つでしょって投げて、いやー、ミスター、操作あともう一個何版だったかな、なんかあったんだけど、そっちは買ってないからな。あ、普通のワンナイトがやっぱ好きかな。いや、ミスった。あの確定のメテオミスるか、すごいな。えね、吸われた、なんで着地狩りされた、何が起きた今。普通に判定負けたわけないよな、さすがに。まあ、嘘、2回嘘しやがった。メテオ強ーい。上まで判定が伸びてる。右受け身読み、こけないか、当てればいいか、そばっとしろって。 NA、
そういえばこぼれ禁煙したらしいけど、俺さちょっとさ手巻きタバコに興味があってさ、まあ煙が煙たいって意味だから、煙が煙たいからその禁煙したわけだから、まあこぼれは吸わんと思うけどさ、なんかニコチンのない歯、タバコの歯みたいなのあるみたいよ。安いよね、単価で考えるんだったら。まあ、一応手巻きタバコ持ってんだけどさ、ニコチン入ってるやつだからさ、結局吸ってないんだけど。味はなんか普通にタバコの味がするわ当たり前か。どっち？よく今日メテオ出なかった。俺はね電子タバコ吸っとるな、まあ、そんな吸わん方だけど、たまに吸うときはあるけど電子タバコ吸ってる。あのスティーブにもらってさ、電子タバコ海外勢から電子タバコもらってそれを吸っとるな。いや、タバコ吸わん方だ。でした。あ、ダウンするんか。うわ。水タバコは俺もちょっと調べたけど、あれかなり健康に悪いらしいな。通常のタバコよりかなり悪いらしいぞ。うん。でも多分なんかタバコを吸うって考えたら水タバコが多分かなり上位に来ると思うけど、すげえなんか良さそう。なんかニコチンなんか何十倍か何百倍くらい吸うはめになるらしいぞ。でなんかタバコ吸うのだけでさ何時間も使うみたいな、いいよな。そういうの好きやわ。食う前 NA 出ろ、出たー。今の NA 出すの無人だぜ。まショージャン食う前から NA 出すの。俺はやだ。ですよね。これは死んだろ。ああマジ。今の命を捨ててもいいからワンストックと思ったんだけど、命を捨てない方がワンストック取れたかもしれない。やった。ラグラグラグ、俺のせいかな。下すま、全然意味がね。くるまい、ごめんなさい。ラグラグ、なんでだろうな。ずっとパソコンつけっぱだったからかな。サッカー見てる時も投げ
ボム一回見せたけど、まあいいか。違う、今の地上スクリューのつもりだった。まあどうせ死んだけど。早すぎるな。やってないです。ほら、きっかけつかめるね。ほら、回避でしょ。違う、転がりだって分かってたのに。わ、すげえミスってる。いってー。はー、今のは枯れる、さすがに。どっち投げる。ダメかー、あんまりガード固まんねえ方だな、この人。確定。当たんね、やった。はい、やった。その今ので枯れない。残念。仮眠して起きても。あれ、やってるっていうすごさ。99ストップだからね。まあ、仮眠なんて30分くらいだろう。そりゃやってるさ。謎の動きした。ジャンプね。嘘、どこで。そこだ。ちょ、捕まれんのかい。マジか。今の予想外すぎた。さすがに。あ、死んだ。あれ。スクリュー、ごめん、ウエスマーやってない。がー、今のはしたいな。今はタイミングを読めるとこだったかな。あれっすか。ダメか。まあ今できてる。ラッキー。ちょ、NA じゃない。あー、落ちてる落ちてる。死んだ。右読み、くそ。安いかな。まあしょうがないか。目で割っててもあんまいいリターンがあったかな。まああんまりがっつりガチで慎重に立ち回ってないからというのがでかい気がしますね。99あるからな。サムスファルコンでも、もしお互い超本気でやったら、多分、こんな早くは進んでないと思う。俺1回だけカービィ99ストップやったことあるけど、ひどかったね。とりあえず試合展開が早くなるような命を懸けた復帰阻止とかかなりしまくってた。で、終わらないから。あーげ、あれー、ステップ必要か。まあ2時間じゃ済まないだろうね。
えね、そう、ガード解除した、ガード解除しちゃった。あ、ロータリー、その小ジャンプの差し込みは見やすいんだよな。急降下、くそ。えね、出なかった。いや、高さが合ってなかった。全然届かねえ、強すぎる。ドリル違う、もっと巻き込め、ドリルで。ドリルで最後の一発も当てると、かなり、リターンの高い読み合いができるから。上島読みの。サムスはメテオとかソバットとか当てた後に上島読みを一回できるから。結構強いんだな、それ。一回聞こうか。問題を言ってんかった。なんか回避。あんまりなんか回避か受け身方向読めないな。昇竜拳ソバット死んだ。次枠行こうぜ。枠の終了に失敗する。いい。いいかい。ふう。ね、くそ、そばとか本当てだったらな、ダウンしたのに。あー、今のは差し込みに相打ちすることばっか考えてた。魚雷ファルコンのジャンプ読み、そう、あれはちょっと甘いかな。あ、当たんねえか。ふっ、なんか狙ってくると思った。やーべ、ミスった。ソバットじゃないんだけどな。死んだ。は？暗黒？なんかさ、なんか OV
じゃあ OBS をなんか使ってる、なんかその配信をなんか簡単にする、なんか OBS ユーティルとかいうツール、なんか調子悪いな。なんかうまいことちゃんとやってくれない。やった、そばっと。あれ吸われた、なんで。そばっと、これは死んだな。上様、うわー、つかせんかった。今の攻撃起き上がりは、もし当たって、左側にダウンしたら、そのまま、ワンチャン殺せるまであったから、わざとやりました。昇竜拳。OBS ユーティル、それ。あ、なんか吸った。すげえ強かったね、今の。誰か。下妻とかやるべきかな。あんまりガード固めるタイプではないしな、この人。あーダメかー、ちょっと甘かったね。寿司が寒いのに下妻とか下京はダメでしょ。そばっと、ウエスマ、くそ。ジャック、ウエスマ、やべえ。長ジャン食う前から横強でした。死んだ。あ、崖掴んだか。チャージを一発打つべきだったな。チャージを一発打って相手の阻止を難しくするべきだった。メテオ。下妻、出なかった。下妻が横スマッシャーシフトになっちゃった。ラッキー。食う前。出なかったか。ガードしなかった。ダッシュへ回避。知ってる、あれ行動が知ってるっぽい動きじゃなかった。今のは見えねえな。それってなんかやっぱ時間経ったら治るんかな。回避しなかった。やってねー、死んだー。今日はたまたまって感じ。OBS ユーティルうまくいってね、すげえ配信めんどくせえから、ほんと、勘弁してほしいな。作り。出なかった。やってないチャーリーソットだったんですよ。あばー。やったー、死んだ。
クリア、出なかった。ジャンプする？しないで。スクリュー、右、こっちじゃない、ラッキー、昇竜拳、右に、くそ、メテオこけるんかい今のメテオ強いっしょ。でも今のはね、メテオが強いっていうより、ファルコンの暗いモーションって、なんかね、横にすんごい暗い範囲伸びてんの。だから、その、暗い、伸びてる暗いモーションを狙えば、いろんな技が入るわけ。他のキャラと比べて。だから、いわゆるメテオが強いっていうよりは、ファルコンが弱いって感じかな。死んだ。あれ？確定なのにな、あれ。あ、死んだ。マジか。いけ。後ろ投げ。昇竜拳、くそ、拾えんかった。急降下してメトロ、あ、違う、メトロじゃなくてチャーリーショット。急降下してチャーリーショット、口が俺が思った通りの行動を言ってくれん。ラッキー、回避しなかった。ファー昇竜拳、どっち、急降下、あー急降下ねです。今のキコカイネ強い。空間です、空間。行って、なんでカメキャンしたし、ガードすればいいのに。生きてる、生きてるわけねって、死んだって言おうと思ったのに生きてるって言った口が。あれ、今までとパターンが違う。やっと変わんない。長い戦いでしたね。昇竜拳、出なかった。あれー、ガード解除したもんね、今ね、見えたもんね。くそ、殺せなかった。下強じゃないんだけどな、まあいいか。中央で一つ目のかも。ブープランドの真ん中のあの顔に見えるやつで、ね、ガード解除してるか？してないか。その解説は各自でお願いします。マジ？えった、止まった。これは相打ちだろ。で、これ死ぬだろ。足がくるんって回って当たらない。あのくるんって回るのってチャージ絶対当たるんじゃないのかな。調べてないんだよな。ごめん、操作ミスです。
はい。どっち？やった。後ろ側。ダメか。ちょ、今の甘かったな、やり方が。いつの間にかね、死んだ。回避。動物は一回も見てない。やってろ。弱だったかな。顔に打った。投げ。くそ。やってねえ。いや、今の本当にやってねえんだけど。なんだ今の。びっくりした。上様、くそ。回避するには横が足りんかった。死んだ。はい。あー、いい透かし方。日吉ミスった。日吉ボルケーノ。もっといい殺し方あった。キヨシボルケーノ。お疲れ様でした。床下バータは見えねえよ。床下バータは俺決めたことないまである。くーふんすこー。